やあカジさん、こんなところに呼び出して何か。赤木、お前に言っとくことがある。私の弱み握ったからって。弱み？おだてられると照れちゃうとこ。しっけえよ、タバコのことだよ。お前と付き合うとか言ってねえし。ああ、じゃあ改めて。言わねえよ。一回キスしたくらいで彼氏面。二回したよ。うるせえよ。別にキスくらい初めてじゃねえんだよ。そんなんで女を落とせるとか思ってんじゃ。じゃあどうしてほしいんだい。だからなんで私が。そのもっと愛せって。仕方ないな。ほらほらじゃねえよ。大体お前私のこと好きでもねえだろ。そんなことないけど。嘘つけ。私のこと何も知らねえくせに。まあ確かにあまり知らないね。ほらやっぱり。そう、学校で見てたこと以外は。え、あまり友達がいないのも、授業中いつも寝ていることも、放課後も帰ればいいのにここでタバコ吸っていたことも。この間のは偶然じゃない。前から興味があったんだ。言えばやらせてもらえると思ったのか。うん、カジさんは誰にでも声をかけられたら寝ちゃう子なんじゃないかと思ったんだ。で、実際その通りだった。軽い男だったら放っとかないよ。まあ僕の好みとしてはちょっと肉が足りないけど。やっぱな。生徒会長とか言っても頭の中はドスケベだもんな。確かに僕もカジさんと寝られるなら寝たい。ああそう、なんなら今ここで。だから他の男に取られる前に僕がカジさんを奪いたかった。お前さっきから何言ってんの。だからカジさんを僕のものに。うるせえよ。だってお前私みたいなやつ。なんで。多分好きだから。多分ってなんだよ。わからないんだよ、人を好きになったことないからね。でもこれが恋じゃないなら何だって言うのさ。知るかよそんなの。確かめてみようよ。もちろんカジさんが良ければだよ。無理に縛ったりしない。私どうする、付き合う。いやでも私はいやだから。うんって言って。